こんにちは、サラです。今回はですね、セザンヌさんとのタイアップ第2弾です。前回の動画もコメント欄がみんなのセザンヌさんへの愛でもう溢れてて、セザンヌ社員の皆さんがもうとても喜んでたみたいです。皆さんいつも温かいコメント本当にありがとうございます。今回はセザンヌのベースアイテムのレビューと新作レビューをやっていきたいと思います。そしたらまず定番の下地を改めてレビューしていきたいと思います。こちら皮脂テカリ防止下地ライトブルーとピンクベージュです。メイク崩れの原因となる皮脂を吸収し、ファンデーションの美しい仕上がりが続きます。SPF28PA2+ ノンケミカル処方、水汗で崩れにくいウォータープルーフ処方、単品使用の場合石鹸洗顔料で落とせます。はい、テクスチャーはこんな感じでサラッとしています。ライトブルーは顔のくすみを飛ばし透明感を与えるカラー、ピンクベージュはほんのり血色感とトーンアップが叶うピンクベージュカラー。こちらのピンクベージュはですね、来年なんと発売から10周年らしいです。もう大変お世話になっております。はい、でこちらが皮脂テカリ防止下地保湿タイプオレンジベージュ、こちらは保湿タイプです。メイク崩れの原因となる皮脂テカリと乾燥の両方を防いで化粧持ちを持続させます。こちらは SPF28PA3+ ノンケミカル処方、水汗で崩れにくいウォータープルーフ処方、こちらはクレンジング必須です。オレンジベージュは毛穴とか色ムラ、シミ、くすみを自然にカバーしてくれるカラーになってます。肌を綺麗に見せてくれるレッドパールが配合されてます。皮脂でお悩みの方はライトブルーとピンクベージュ、乾燥が気になる方はこちらの保湿タイプがおすすめです。私はねオイリー寄りの混合肌なので、このピンクベージュを使うことが多いです。今回ですね、なんと特別に皮脂テカリ防止下地の成分の一つの皮脂吸着パウダーというのをお借りしました。これが皮脂吸着パウダーで、こっちのオイルって書いてあるのが疑似皮脂です。こんな感じの軽いサラサラのパウダーなんですけど、ここに疑似皮脂を加えると、変わらずサラッサラ。限定色ゲットできた方で、より透明感が欲しい方はこちらのピュアラベンダーもおすすめです。去年はねこちらのソフトイエローも出てましたね。今後もね、なんか新たなカラー出るのかな、何色出るんだろう、なんか楽しみ。あ、もし定番化してほしい色があったら、おそらくセザンヌの方が見てくれてると思うので、ぜひコメントしてみてください。私的にどっちもあと保湿タイプの違うカラーも欲しいですよね。では今日はピンクベージュ塗っていきます。はい、まず半分塗っていきます。これからの季節にね、ちょうどいい下地ですよね。前髪がある方はおでこに塗っておくとサラサラ感が続いて快適です。あとね、メンズにもおすすめ。鼻周りとかおでことかテカリが気になる部分にこれだけ塗ってみてください。パウダーとか塗らなくてもサラサラに仕上がります。こっちが塗ってない方で、こっちがピンクベージュ塗った方、反対側も塗ります。はい、続いてこちらクッションファンデーションとシフォンフィットクッションファンデーションです。中身は妥協したくない、でも使い続けられる価格で発売したいという企画者さんの執念が込められた商品だそうです。こちらがクッションファンデーション、去年の3月に発売された薄膜でピタッと密着するクッションファンデです。単品使用の場合石鹸で落とせます。SPF50PA4+ でノンケミカル処方、5種の保湿成分と高保湿オイルを配合、重ねても厚塗りになりにくいツヤ系ファンデーションです。こちらがシフォンフィットクッションファンデーション、今年の3月に発売されたばかりの新商品。崩れにくく薄膜なセミマット肌が続くクッションファンデ、
軽やかなつけ心地で薄膜密着しながらしっかりカバー、メイクキープ&コート成分配合でつけたての仕上がりが続きます。こちらも同じく SPF50PA4+ でノンケミカル処方、こちらはクレンジング必須になってます。5種の保湿成分配合、この価格でこのクオリティどうやって実現しているのかずっと気になってたんですけど、今回特別に聞いちゃいました。容器のパーツが一般的なクッションファンデーションよりも少なくなっている点がこの価格で発売できた要因の一つです。だってそんなこともできるんだ。全然見てる感じわかんないですけどね。にしても冷静に考えてこの価格でクッション出せないよね。これも今回特別になんですけども、中身のクッション部分をお借りいたしました。これね、専門用語でバフターっていうらしいんだけど、これがワンプッシュで適量が取れるように少しね弾力のあるものを採用してて、初心者さんでも簡単にご使用いただけるようにという思いが込められているそうです。確かに結構ね弾力があります。それぞれ3色展開なんですけど、私は00明るいベージュ系を使っていきます。顔半分をクッションファンデ、もう半分をシフォンフィット塗っていきます。まずクッションファンデ、反対側シフォンフィット、半分ずつ塗りました。ナチュラルに仕上げたいっていう人はこっち、よりカバーして崩れにくくセミマットな仕上がりが好きな方はこっちがおすすめです。はい、ちょっと仕事をして食事に行って今帰ってきたんですけども、しばらく経つと私の肌だとこんな感じになりました。はい、まだ綺麗な仕上がりです。ではお待たせいたしました。本日情報解禁の6月発売の新作、こちらペールトーンアイシャドウ01コットンベージュ02シェリーピンクです。淡い色グラデでソフトな陰影を作る4色アイシャドウ、なんとベージュトーンアイシャドウ、ビタートーンアイシャドウの新シリーズです。めちゃくちゃ可愛いし色味のバランスが素晴らしい。はい、上からですねビタートーンアイシャドウの 1,2,3 真ん中の段からベージュトーンアイシャドウの 1,2,3,4,5,6 です。新色のペールトーンアイシャドウ0102となります。結構増えましたね。カラバリ蓋を開けるとこんな感じ。セザンヌの既存のアイシャドウはカラーで目元を彫っていくことで立体感を作るイメージなんですけど、今回の新作は明るい色味が浮き出て見えるっていうのを利用してクリッとした丸い目元の印象に仕上がるイメージです。01のコットンベージュはふわりと軽いニュートラルベージュで、02シェリーピンクは可憐な印象のピンクグレージュ、ベージュトーンアイシャドウと同様にラメ、パール、マットの3質感が入ってます。パーソナルカラー問わず使いやすいカラー。企画者さんのコメントをいただいております。一般的にベースカラー、中間色、締め色、ラメというアイシャドウがスタンダードですが、最近は締め色が余るというお声も多いと気づき、締め色の強すぎないアイシャドウを作ろうと企画を始めました。また今までは右下に締め色が来ておりましたが、使用順で配置をしており見た目も珍しくなっております。締め色が余るっていうやつ、本当にそういうの求めてたんだけど、セザンヌさん心の声読んでる？はい、それでは0102塗っていきます。はい、まず01塗っていきます。最初にこちらの右上のベースカラーを塗ります。次に左下のマットカラーで淡く締めます。下まぶたものせます。はい、こんな感じで2色だけでも可愛くなるんですけど、さらに右下のパールカラーで境目をぼかします。はい、こんな感じ。3色使うとねまた雰囲気がね変わります。で最後お好みで左上のラメで立体感、華やかさをプラスします。かわいい。02も同様に塗ります。
まずベースカラー、次に締め色、次にパールカラー、3色だとこんな感じ。お好みでラメを足します。このねラメも可愛いんだな。これこちらも企画者さんにコメントをいただいております。外観だと01はイエベ、02はブルベの印象があるけど、どちらも使用できるように01は右下のニュアンスカラーに少しピンク感が出るように、逆に02には右下に少しコーラル感が出るように設計いたしました。お好みの組み合わせでメイクをしてほしいという思いを込めましたとのことです。淡くて明るいトーンなので、アイライナーとかまつげをメインにする最近の流行りのメイクにもおすすめ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。セザンヌはベース系アイテムも充実してますので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。チャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。